皆さんにそれをぜひとも食べていただきたいという思いでですね、生産しております。旬で彩る幸せご飯。今月の食材はオクラ。オクラは夏野菜の定番食材ですが、栽培が広く普及したのは昭和40年代からなんだそう。畑いっぱいに青々とした葉っぱが広がっていますね。こちらではどのような品種を育てているんですか？ R5 です。綺麗な五角形をしてまして、切り口がとても綺麗で、粘りがあるのがやっぱり新鮮な証拠です。オクラに含まれる独特なネバネバとした成分は主にペクチンなどの食物繊維、またビタミン B1 も豊富に含まれていて、夏バテなどの疲労回復に効果が期待できるそうです。緑の中に淡い黄色の花がたくさん咲いていますね。これはですね、オクラの花で1日だけしか開いておりません。もう1日経つともうあとは落下して実になります。オクラの花は一度咲いたらその日のうちにしぼんでしまうんですね。やっぱり花が満開って言いますか、いっぱい咲いてもらえればですね、自分としてももう安心感もありますし、大変嬉しく思う時期でもありますね。オクラの花が見られるのもこの時期ならではなんですね。このオクラっていうのはですね、朝も早くから5月下旬からですね、11月までですね、毎日欠かすことなく収穫をするわけですね。安心安全なですね、オクラを私たち生産してますので、皆さんにそれをぜひとも食べていただきたいという思いでですね、生産しております。生産者の方が毎日夜が明ける前から収穫することで、新鮮なオクラが私たちのもとへ届けられているんですね。フレッシュなオクラパワーでこの夏を乗り切っていきましょう。